寒いんだけど。あったかいよ、ここ。FU ヒーターつけた？つけた。超あったかい、今。来たか。来た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 。ああ。超あったかいよ、ここ。マジで？うん。起きます。うん。はい、松山城に行くロープウェイ乗り場に着きました、はい、ちょっと寒いね。そうね、はい、ちょっとダウンちょっと来ちゃったりしますけど、はい、松山城に行ってみようと思います。はい、ね、リフトが6分でロープウェイが3分なんだって。うちリフト乗ったことないから、うん、気になってるから、うん、なんか空港みたいだね。すごい広い。よしあきくん、いらっしゃいませ。どうぞ、いらっしゃいませ。ロープウェイリフト、リフト行きます。ちょっと結構めちゃ揺れるんだけど、気のせいかな。はい、聞こえてる？はい、めちゃ揺れるんだけど、ね、思いのほか。ちなみにむっちゃんはリフト初めて？初めて。ああ、そう。あんまりこういう一人乗りのリフト乗ったことないな。珍しい。スキー場で乗るとき大体2人とか4人とかだから。4人とかで、風とか受けないようなカバーがついてるやつとかもある。そう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 。あ、来た来た。おー、誰も振ってくれねー。あ、向こうの人振ってくれるかも。わあ、振ってくれた、嬉しい。おじさんが振ってくれたよ。結構上になってきましたね。おっと、やぐらが見えてきた、やぐらが。あ、そろそろ到着です。むっちゃん、リフト？初湯リフト、はいはい、どうやった？あのね、乗るときにすごい速度落として、落として、落としてって向こうのスタッフの人に言ってもらったから、うん、あの普通に乗れまして、降りるときは、うん、ゆっくり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 って向こうのスタッフの人に言ってくれて、なんで分かるのかね。完全停止した状態で降ろしてもらいまして、なんだろう、あのどんくさい感やっぱ雰囲気で分かっちゃうのかな。この子足が短いから足届かへんねって。足短いのはそれは分かるべな。ゆっくりしてなあかんってって思われていたかもしれない。本当にあのご迷惑おかけしました。ありがとうございます。逆に初めての人とか結構いたの。あのさっきもね、あの杖みたいなの持ってるおじいちゃんとすれ違ったけど、リフトで、うんうんうん、安心して乗れるよ。あ、本当。ちゃんと人がほら3人体制で案内してくれてたじゃん。ああ、そうだね。乗る時も降りる時も。でもさっきあのすれ違う時に、うん、お父さんが前で、うんうん、奥さんが多分後ろかな、うんうん、奥さんがめっちゃ怖い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 、うん、怖くないよ言って、うんって、うんって言ってんのに怖い怖い、うん、怖いって3連発で聞いてて、ちょっと夫婦関係がちょっとね会話見えた瞬間だったよね。そろそろ後ろが見えてくる。来たー、見えるね。あー、登るね。結構奥なんだね。うん、登るね。どのぐらいな、どういう感じの中になってるか楽しみだね。ね、うん、この前行ってさ、彦根城も結構さ下から天守閣まで登ったけどさ、うんうん、ここもしかしてもっと登るかもしれないね。そうだね、結構高いところにある。結構あれだよね、天守閣ね、多分、うん、人が上にいるから、ね、多分そうじゃないかな。かっこいいね。ねえ、こう横に広い感じの雰囲気じゃ ん今まで行ったとこより、うん、こう横に趣があってすごくこう安定感を感じるような、うん、そうだね、デザイン的にね、どっしり感を感じるね、うん、面白いね。うん、
で、ちなみにあれですね、これ日本の現存天守閣12条にここの松山城が入ってる。そうなのか、うん、12条こんな感じ一つか。そうそうそう。さあ、ガチャン、いよいよ天守閣です。そうだな、ここの松山城の天守閣はどうなんだろうか。ね、あれだね、お城の作りって城ごとに違うよね、当たり前だけど。うん、こういう作りは初めてだね。そうだね。あ、結構中庭っぽくなってんのこれ。そんな感じ。すごい門がいっぱいだね。あ、こういうの初めて。そうだよね。うん。わあ、すごい。はい、どうぞ。こんなに、こんなに下駄箱がある、俺、お城は初めてかも。やめとこうかな。え、あのお父さんもスリッパ履いてないもんね。スリッパやめとこう。ちょっとむっちゃんビビってスリッパをやめています。ちょっとじゃあ気合を入れて。気合入れてく、はい、他の方に迷惑ならないぐらいのレベルでお願いしますね。かけないように気合を入れます。刀の重さ体験。いい？どうぞ。どう？やっぱこれを振り回すっていうことは常日頃から鍛錬が必要な感じですか？ないと厳しいよね。ああ、本当。だって一振り二振りで終わんないもんな。ああ。やっぱこれだけじゃ重たいものがぐさっとくると多分切れるんだね、それなりに。来たよ。撮ってる？天守だよ。ね。うわあ、シャチホコが見えるぞ。うん。観覧車も見えるね。はい。とりあえず天守閣まで。ましたね、うん、あんまり激しくはなくてちょっと安心した。そうだね、階段は歩きやすかった。幅も高さもそんなにない、うん、少なかった。松本とか彦根とかの場合、うん、イメージもそうだけど、うん、すごい苦労して、うん、とか言いながらがあったけど、そうだね、今回それもなく、うん、こう安全に来れた。そうそうそう、うん、でも景色すごいよね。本当お城の特徴が全然違って、うん、すごい有名なお城で、もし行きづらい、足悪いから行きづらいとかいうのが面白いんだったら、ここはいいと思う。まあ、もちろんあのエレベーターとかはもちろんないから自分なしになっちゃうけど、比べると来やすいところかな。来やすい、来やすい、うん、ね。いや、こ怖がりすぎでしょ。そんな怖い？必死？足は届くけど、割と怖い。お疲れ様です。はい、松山城、はい、行ってまいりました。はい、いや思った以上に、うん、景色良かったね。良かった。やっぱ一番最初にロープウェイでガーって高いところまで上がってきてるから登っちゃってるから、うん、楽ちんしちゃってるのもあって、正直苦労はしてない分ですけど楽しみました。うん、今回はコイン駐車場に止めて、来ました。だいたいね、相場が近くだと、日中投資で500円くらいかな、うん、日中はね。で、夜はなんかまた300円とか400円とか、まあ、場所によって違うらしいんですけど、そんな感じで止められます。ロープウェイと往復ね、それとお城の方入る、うん、のが合わせて1040円で、なのでまあ
まあリーズナブルかな、ロープウェイもあるのも含めて考えたら、だいたいロープウェイ入ると一気にガーンと上がるかなんだけどね、それだけで1000円超えちゃったりとかするんですね、うん、でちなみにロープウェイとリフトと2種類あって、うん、僕たちは行きはリフト、帰りはロープウェイで帰ろうかなと思ってます。とにかく楽しめた松山城でした、うんうん、ね、頑張ったね、大丈夫、今日は平気、うん、はい、と申しております。筋肉痛にならないむちゃんでした。はい。はい。